昭和29年日本テレビの街頭テレビで初のプロレス放送、そして昭和47年沖縄返還田中内閣発足、この年に全日本プロレスが創立されました。馬場34歳の時でした。三冠ヘビー級選手権時以来、人間発電所、黒い呪術師、テキサスブロンコ、不沈艦、世界中の選び抜かれた男たちが世界一のこの全日本プロレスで名勝負を繰り広げてまいりました。さあライダーが入場してまいります。世界中のメジャーの舞台で戦い、延べ10回以上の世界タイトルを取り、おどろの最後の戦いを全日本にも貯めた男、そして史上初めて IWGP と三冠を制覇し、馬場さんの功績にレイダーがその歴史を刻みました。全日本のマットで外国人伝説を復活させた男、全チャンピオンレイダー、リベンジになりますかどうか。さあ三冠統一ヘビー級選手権、1万6200人のお客さんに手を挙げて応えます。レイダー今後三沢との間で技と技、心と心、そして男と男の一本勝負が始まろうとしております。果たして三沢の決断か、それともこの皇帝戦士レイダーの改革か、今に行く最後です。シングル通算成績、出てしまった登場以来16勝2敗に1分け、無敵の強さを待っております。プロレスを愛するならプロレスを守れ、純なるプロレス、それは全日本、勇気と感動をくれるもの、それがプロレス全日本。お小遣いを握りして一度限りの夢を買ったあの日、そして大型バスに乗って僕の街にもプロレスが夢を届けに来てくれました。日本中の都会で、そして皆さん、全日本プロレスは27年の長きにわたり本と共に歩んでまいりました。馬場、鈴鹿、三沢と時代の試合が変わっても、そこにはいつも王道プロレスがありました。三沢に去るファンとの約束、馬場との約束、王道継承になりますかどうか。プロレスは馬場が、鈴鹿が、三沢が命を背に変えた歌、男の歌、心の歌、涙の歌、裸の歌、魂の歌。今年5月に東京ドームにおきましてレイダーを破りまして、第20弾で3代3チャンピオンになりました三沢光晴、これが3本のベルト、馬場ゆかりのインター41年 BWF26 年、 UL29 年合わせて96年の歴史を刻み込んだ日本マット界至宝の三冠のベルトであります。これまでに小川、そして川田、2回の防衛に成功しております。チャンピオンベルトが返還されます。3回目の防衛戦、どういう試合になりますか。ベイラーとの対戦成績は2勝1敗、4回目の対戦です。今両選手握手を交わしました。ベイダー今プロジェクターを取りました。皇帝戦士ベイダーリベンジマッチ、裏がコーナー三冠ヘビー級選手権者255ポンド、三沢逸晴。三沢、俺を見ろ、俺が三沢だ。三冠統一ヘビー級選手権試合、1900年代最後の三冠戦です。まもなくゴングです。チャンピオン三沢光晴の表情です。ぐっと表情が引き締まりました。そしてリベンジになりますか、ベイダーです。前チャンピオン、眼光鋭いベイダーです。60分の一本勝負、三冠統一ヘビー級タイトルマッチ、まもなくゴングです。5年ぶりにゴングを聞いた。さあまず伺いましょう、竹内さん、はい、この一戦の見どころです。まあ三沢にとってはね、非常に苦しい防衛戦ではあるんですけどもね、はい、そんな不安なことを吹き飛ばしてですね、やっぱり三沢らしさ、三沢じゃなければ見せられないような防衛戦を見せてほしいですね。そうですね、岡村さん、はい、この試合、三沢選手、それからベイダー選手の両選手の表情を見ながら、はい、どういう試合を期待しますか。そうですね、やっぱりもうとにかく三沢さんに勝ってほしいという、ただベイダーの近くでものすごい手がですね、大きいですね、まさに説明不要。さあ今組み合いました、リングの中央です。右ベイダー、左三沢、ぐっと押し込んでいくのは三沢光晴です。
それから竹内さん、はい、2000年のこの試合に勝った方が全日本のキャッシングボードを握りそうな一戦ですね。まさに1999年最後の三冠戦ですからね、はい、勝ったものが2000年チャンピオンとしてあのリングに立つわけですからね。そうですね。そして竹内さん、この1年振り返りますと大きな流れを作ってきたのがこの2人でした。1月15日の横浜でですね、ベータ小橋戦が行われて以来、5月2日の東京ドームを経てですね、この2人がやっぱり一つの三冠の歴史を育んできたわけですよね、はい、まさにその集大成がこの対決ですね。さあ潰すか潰されるかの戦いになりそうです。序盤戦は静かな立ち上がりです。岡村さんはこの三沢選手にはどんな印象を持ってますか。そうですね、とにかくなんて言うんですか、なんて言うんですか今左のパンツでしょうか、張り手が当たりました。さあこれで三沢がこうします、エルボーを打っていきます。さあ今度はベイダーが、ここがベイダースポット、危ないでしょう。さあ早くもジャーマンの体勢から、ジャーマンの体勢だ。このベイダー投げっぱなしのジャーマンもあります。あの99年今年のドーム、投げっぱなしジャーマンを打ちました。三沢ロープを掴んでこらえています。おっと、そして今度はスリーパーの形、腕を巻き込んでのスリーパーですね。そうですね、腰見られてるんですか今、うん、ちょうど右腕を入れた状態のスリーパーに入ってますね。この体勢から投げる力ももちろん持っています。もう一回ジャーマンを狙いました。ベイダー、ベイダー積極的ですね。さあこれをクライアントしているミサマ、なんとでも引っこ抜こうというベイダーであります。まあ、しかし竹内さん、三沢は苦しい防衛戦ですが、このピンチのたびに、苦しいたびに、逆境のたびに、それを乗り越えて我々に夢を、奇跡を見せてくれたのが三沢でもありますからね。さあ上がって、ジャーマン投げっぱなしたドームと同じ、ドームの時には15分経過で投げっぱなしたこのジャパン戦での投げっぱなし。岡村さん、今のジャーマンはどうだ、もう一回いった、まだ始まってすぐですよね。はい、まだ2発、まだもう1回いく、3連発、首から落ちた三沢、大丈夫か、驚いた、ガクッと前に倒れ込んだ、リングロッチ危ない、今度は背後から打ち刺さった三沢にボディープレスをもらいました。いわゆるビッグバンクラッシュ、ここで大きな三沢コールが起きます。ここで大きな三沢コールが起きます。さあビッグバンクラッシュ、今度はセカンドロープからこれを振ってはいけない、圧殺する、ベイダー、この前の5大シングルマッチ、これは川田選手が、危ないぞ、危ない、あの時も7分そこそこの試合だった。ベイダーはやっぱり速攻勝負をかけてきましたね。かけてきましたね、飛ばしてますね。ベイダーこれに対してどういう作戦を、まずい状況になっています。ベイダー余裕しゃくしゃく、先制攻撃をかけてまいりました。しかし序盤戦、三沢ここはなんとか対等しようで、パンチが始まるぞ、脳が入れる、脳入れる、左パンチ、そう、エルボーだ、エルボーで対抗、どっちが勝つんだ、かわした、足が下に当たった、セカンドロープにもたれ込む三沢ミサルです。このままではいけない、このままではいけません。さあ加えた、今度はそのまま落とす、武さん、簡単な技だ、本当にそのまま、もう狙ってるんですか、これはリバースプラッシュ、最後のか、おっとムーンサルトプラスだ、ムーンサルト、あーなんとか、なんとか阻止しました。しかしパンチが飛んでいっています。今ムーンサルト狙いましたね。ムーンサルト狙いですね、はい、この体で飛ぶんです、岡村さん、170キロですよ、すごいですね。そして何がある、あっとこれはサーが見ていました、エルボーの打ち下ろしでした。このハンマーでも狙ったんでしょうか、ベイダーであります。さあ腰に求める、エルボー、竹内さん、はい、エルボーとかキックでなんとかこの圧力を止めなきゃいけませんね。やっぱりね、突破口はエルボーしかないと思うんですよね。なるほど。岡村さんはこのベイダーの方にはどんな印象といいますか、綱引きをやってくこともあるそうですね。番組一回からなんですけどもね、その時はまあ、とにかくすごいでかい人やなっていう、すごい印象は、インパクトはありましたですけどもね。ここまではまさに鬼の一人相撲といった感じ。今タイガードライバーを狙ったんですが、未遂に終わっています。めずこれずるいこともやるんですね、竹内さんね。ずるいですよね、はい、うまいと言った方がいいかもしれません。後者であります、試合後者、さあやった、ジャーマンで投げた、一つ返した、連発いけ、さっきの返した、エルボー行った、3発、連発行った、
カウント2まで行きました。立て続けにさあ、そして空中戦というのは竹内さんどうですか。場合によっては有効だと思うんですけどね。さあ縦への変化を見せた、ミサイルキックを見せました。さあそしてさらなる空中戦を狙っているか、レーダーは場外であります。さあそして何がある、トップロープを狙っている三沢光晴、やったー、エルボー行きましたね、場外へのエルボー、エルボー武道館で鶴田とやった時の初めて勝った三沢が勝ったを叫びたいと思います。竹内さん、そういう気持ちですね。まさにその気持ちですね。現役にして伝説、生きながらにして神話と言われるこの三沢光晴、先ほど胸すくようなジャーマンを2つ返してくれました。さすがエルボーで、トペコンを行きました。空中殺法を積極的に、これで竹内さん五分に戻しましたか。この辺の流れはうまいですね。うん、さあベイダーの表情はどうでしょうか。空中殺法に活路を見出しました。しかし三沢の消耗も激しいようです。こちらはベイダーです。肩で今大きく息を出しました。さあ三沢が狙っている、トペ選手の蹴りましたね、蹴りましたね、ちょうど左足でベイダーが蹴りましたね、はい、あ、ちょうどもたれかかっている鉄柵のところから足を出しました。右の肩口、ここは竹内さん、世界タッグ戦で先週痛めているところです。肩とあばらが一番危ない部分ですからね、はい、右肩は検査関節負傷ということで、小橋選手とバーニットハンマーを打ってしまいまして、今腕を上げるのも大変だという状況なんですが、ゴールが入るのビッグクラッチ、いわゆるパワーボム、鈍い落としましたね。日本でのシングル戦でのほとんどはこのビッグクランチで取っております。ベイダー小橋が吐血をしたこともあります。あの5大シングルマッチではこのビッグクランチで三沢は敗れました。99年、今年の5月のドームでも場外でこのビッグクランチを食っています。危ない危ない、この後巻き返すことができるのか。三沢光晴リング内に入れました。先ほどのようなずるいこともすれば、これスポーツライフと言いますか、正々堂々とというところも持ってるんですよね、ベイダーはね。ちょっと大の字ですね、三沢選手。さあ、ゆっくり攻めようというベイダーです。苦しくなりました。さあ、返すことが、いわゆる垂直落下、垂直落下のブレッドスター、また右肩、肩が、また右肩です。また右肩。これはいわゆるエルボーにも影響してくるかもしれません。かぶされる、追いかぶされる、危ない危ない。ベイダーはこれ分かって味方を狙ってますよね。完全に作戦ですね。さあ苦しくなりました。エルボーを封じられるということになりますと苦しくなります。しかし何回もこの逆境の中にこそ三沢の強さを我々は見てまいりました。あのタイガーマスク時代からたくさんの夢を見せてくれました。鶴田を破り、阪神を破り、三冠チャンピオン。でもまだ早く返す返す返してくれる。スクッと今パワーボム降り立ちました。しかし返しの返し、しかしさらに返す、あっとコートはベルボー、さらにバックドロップか、バックドロップ。竹内さん、この落下技というのは有効ですね。もう一発欲しいですね、もう一発。さあ見てくれましたか、馬場さん、今の反撃、おそらく天国で見事だとなっていると思います。ダイビングボディープレス、思わず放送席、よしの言葉。カウント、カウント2つです。小さい頃からバカがつくほどの真面目、お母さんに来ましたら手を抜かない子供だったと言います。プロレスは俺の人生そのものという三沢。さあロープを使う、正面からエボー、さあカバーだ、どうだ、あっとあと一つ必要。もう一人の三沢が自分を励ましていると言います。相手の後ろに自分がいる、自分と戦っているんですという三沢光晴。今は今しかない、後悔したくない、妥協したくないという三沢。気持ちがある、気は戦える、命がけの哲学、タイガードライバー、ついに決めた、カウント、ついにしかし決めましたね。初めて決めた、このベイダーに170キロに決めたベイダーの目打つの三沢、いけ三沢、いけ、汗さえ蒸発しそうだ、もうここがチャンスですよ、チャンスです。ちょっと肩を押さえてます、チャンスいきましょう。
チャンスです。10分が経過。しかしベイダー力むき出し。三沢苦しい息をしている。寝てしまうと圧殺技があるぞ。おっとヒップドロップ、ライデンドロップ。お前はそんな杉山か。いろんな技を出してくるんですね。出してきますね。さあそしてもう一回クラッシュをした。どうだ岡村さん、はい、ずっと見てるところ全日本の会場の雰囲気はどうですか。でもすごい迫力ですね。僕初めてこうやって、足運んでプロレス見たんですけども、切ないコを作ったらどうです。すごいなんかね、ドキドキする。僕そうですか。もうゲスト解説なんて普通に見ちゃってますわ僕今。この放送式のゲスト岡村さんも一度は駆け出しの頃コンビを解消しようとは超絶サーブありました。その時にも三塁を聞いて頑張ったコンビを組み直すと言います。よしよし、ミサーギスから頑張れ。返した重点オンスピン攻撃。1万6200人のコール聞こえるか。ご内心にいる街の時には消防のため聞こえませんでした。やっぱり夢と奇跡を見せてほしいですよね。そうですね。さあ、あの馬場選手は機嫌のいい時このミサをトラオ君と呼ぶそうです。トラオ君、またドームでやろう。エルボーだ。王者の魂が。しかしベイダーの台湾にも魂がこもっていた。返す、返され、返し、返され、一進一退。どっちなんだ。右手を挙げている。連打で行くのかベイダーです。画面から飛び出しそうな迫力。さあもう一回中央に引き寄せた。アメリカ育ちの大和魂。カウントスリー、カウントスリーが入りました。ミサワニクさん敗れます。ベイダーは2位のチャンピオン、24代のチャンピオンになりました。ミサーニさん3回目の防衛で失敗です。やつき刀折れました。今歴史が涙しております。無格のままミサーは2000年を迎える日本になりました。勝者はベイダー。どうなるぜ日本、温度報道新鮮に早くも終焉か。マジっすか。12分10秒を選び重ね、思わず岡村さんからマジスタ。ゲスさん、この三沢がガッと突っ込んで、そして三冠チャンピオンになりましたよ。その三沢がガッと競争してくる。三沢の弱気の時代を見てきた我々が楽日を見ようとは思いませんでした。我々は何遍も何遍も奇跡を見たんですけどもね、これが本当に三沢時代の終わりの始まりなんですかね。ぜひこれを取り返してもらいたいと思います。三冠のこと我々に夢を見せてほしいと思います。この大事にムーブメントを起こそうというベイダー。そしてミサワヒッツァルは大丈夫でしょうか。ケンさん、引っ張るのはミサワしかいないわけですよね。これからね、もうこれはですね、2000年のミサワリベンジでですね、我々全員がやっぱ期待をする存在ですね。ミサワが言っています。負けた後どうやっていくかが大切だ。自分を信じろ。これはミサワの言葉でした。これを我々信じたいです。守りに回ってはダメですよね。岡村さんもそうですね、もう次とにかく頑張ってほしいですね。もうとにかく次ですね。圧倒的な迫力、鬼の一人相撲ベイダー。グレートファイト、ベイダータイム、ビッグナイトでした。ムーブメントの鬼たちを抱き合って喜びます。外国人復権、三冠チャンピオン、ニューチャンピオン、ベイダーが誕生いたしました。このベイダーはジョン・ピエースと組んで、そしてミサバタは小川と組んでの最強タッグに臨んでおりました。さん、この最強タッグ、ぜひこのまばゆい緑の光叶ってくれると信じたいんですがね。ミサバ復活を最強タッグから期待していきたいですね。そうですね、残念ながらこのベイダーが敵ながらあっぱれというところでしょうか。圧倒的な迫力を見せましたベイダーです。このベイダーもですね、
何回もこの自分の名前を変えながらですね、常人であります。5回名前を変えて、そして全日本を踊るの最後の場所と決めました。その地で2回目の体感、第23代のチャンピオンになりました。第24代のチャンピオンになりました、ベイダーです。これからはまたこの三沢にさらに変わりまして、ニューチャンピオンベイダー、ベルトの価値を、ね、高めてほしいと思いますね。ただ非常に心痛む27周年でしたね。本当でしたね。果たしてこの後の最強タッグに、そして来年に迫る全日本プロレスはどう展開していくんでしょうか。ニューチャンピオンベイダー誕生です。Cheers, Vader. Triple crown. Cheers, Vader. Wow. Wow. All right. That stings. Here, sit down, bro. How did you feel the fight? You know, first of all, I feel great about being here. I feel great about being in Japan again. I feel great about wrestling for all Japan. And it starts right here with this guy. He's the American booker. He's the one that brings us together. He's the one who organizes us. Johnny Ace, ask him a question. Well, I'm glad he's here. I'm glad he's here. It's about time the Gaijin side gets stronger. Please, message for your fans. I love wrestling in Japan. I love being back in Japan. I love wrestling for this company because the best competition's here. But you hear the fans, they understand about wrestling. You know, we go out there, sure, to entertain, but we go out there to fight. And the Japanese fans, they understand. They know the difference. If the American wrestlers come over here, WWF, WCW, these fans will laugh at them. It's a soap opera, it's a cartoon. We fight, they understand that, and we appreciate that. Thank you very much. Kumbate kudasai. Huh? Yeah. Cut. Time out. Finish. Bidu time. Bidu time.今日のベイダー戦いかがでしたでしょうか。きつかったね。思うように体が動いてくれなかったしね、もうなんとかね、毎度のものならなんとか最後だからいけるかなと思ったんですけどね、しゃあない。三沢さんが比較的苦しまれる状況、時間帯っていうのを長く見たような気がするんですが、だから行こうという意識はあるんですよね。体がだからついてきてくれないっていうか、ね、そういう時もあるでしょう。思い通り行かないっていうかね、まあ、最後は本当意識なかったんでね、まあ、いくら俺でもね、意識なかったらもう返せないようなあれだったんでね、まあね、もう負けたことをうだうだ言ってもしょうがないですからね、まあ、次のことをもう頭切り替えて次のことにね、向かっていかないとね。次期シリーズの最強タッグに向けてぜひまた頑張ってください。はい、頑張ります。タイガードライバーはもうショックだ。あれはやっぱりシリーズ通してね、ベイダー来てたら決まってたかもしれないですね。よう返したよね。この一戦のみに乗り込んできたベイダーというのは過去3戦とやはり違う。やっぱり序盤戦はね、やる気っていうのは見えたけど、やっぱりスタミナ的にはだいぶ序盤から上がってたんだね。やっぱりほら
自分より体重がある人間が先に息上がる、上がるでしょ。それを動かすのもこっちが息上がるのよ。それが逆にこっちのスタミナをロスした部分もあってね。うだうだ考えても知らないですよ。